うん、これでいいね。これで、はい、どうも、妖怪チュプニプニ、今回もやっていきます。今回ね、ちょっと迷いもあったんですけど、フュージョンウォッチね、私あとかけらが2つでして、で今ね復刻がやっててね、10連はやったんですけどね、もう20連やるとこの軍神と剣王、あとふみちゃんとつくよみかな、あ夏読みだ、まあ、この中で夏読みが一番いいかな。はい、で時計の書がねやっぱ もらえるので、まあちょっとあと20連でフュージョンウォッチゲットできるので、まあまだね妖魔人イベントがあると思うので、まあ軍神もゲットできたら嬉しいなということで、剣王はそんな欲しくないんだけど、はい、ちょっとまあ私ね、私の性格だと Y ポイントがあると周回頑張んないんでちょっとねガチャ回すことにしました。はい、アドバイスもねありがとうございます。ということで20連やっていきましょう。あれ、私このアカウント、あれなんであと2個なんだろうな、このアカウント一応期間限定じゃねえ、なんだっけ、シリーズも妖魔人はまだシリーズあるだろうということでね、この前ニャーサーが完結したのかな、あれ、はい、まあ滅流、あ夏読み持ってる、あしかも限界突破してるので、限界突破してるか、味ね、技レベルマックスなんて、まあ夏読み出てもいいなっていうね、限界突破できた、ただスキルねえんだ、なるほど、私妖魔人イベントほとんどクリアできないんだななんかあれだもんね、ほんと思ってるのしょぼいもんね。行きましょう、夏読み、最悪夏読みが出てもいいやっていうね、これで2枚ねゲットできるんでいきたいと思います。あ、え今来ただった、ちょっと分かんなかったな、さあ行きましょう。夏読みだったらすぐポカンって出ちゃう、それ以外持ってない、ポン、夏読みだったなるほど、あれ、そっか、特にコメントねえのか、なるほどね、まあでも結構確率ね、いつもの復刻よりはいいんじゃないでしょうか。夏読みでした、なんでこのイベントクリアしなかったんだ、さあよいしょ、もう10連いきましょう。で一応確か確か相手は確か剣王じゃなくて、なんだっけ、ちょっと待ってごめんね、郵便にあんのかな、そう、あと倍もらえるね、この前ねもらえたからね、倍もらえるがあればすぐ Y ポイントもね稼げるということで、すぐでもねえか、おはじきの時だね、一応ちょっと時計、これかフュージョンウォッチの書が、相手が一人だったよね、確か剣王だったね、そうだ剣王、あそっか前も書配ってたんだ、だからだ、なのでもう10連いきましょう。ZZ 来てもいいけどね、 ZZZ か、うえ、まあさすがそう簡単にはいかないか、まあでもいいんじゃないですかね、強み強くなった、コマさんでもいいから来てほしいな、テンコマかわいいよねあれ、金ごめん、エンダさあ最後、うん、まあまあまあいいでしょう、はい、これでまたね時計の書がゲットになったので、うん、これで剣をゲットしてみましょう、剣をじゃねえ、
冬上寺ゲットしましょう。ケイタケン、剣王が方が欲しいよな。クグツ剣王よりも剣王だよな。何なんだろうな、クグツ化とかしてパワーダウンしてるよな。ケイタケン、あ、そっか、仲間じゃないんだ。いいね、これでパーツがね。まあ2個は落ちないよな、1個だな。そっか、前ミッションとかでゲットできたんだな。さあもう1個行きましょう。なるほどね。フュージョンウォッチの間、ありがてえなこれ。また頑張って稼ごう。一回この秋のりの必殺技見る秋のりの必殺技、Gじゃないけどいい。寿司島の必殺技の方が可愛いけどね。寿司島の方がいいかな。寿司島でやられないでしょ、まさか。よかった、ドクロだよね。クグツ剣王もドクロをね撒き散らしてるよね。ということで、はい、これで揃えましたよ。フュージョンウォッチ妖魔人キャラが 20% 攻撃 30% かなりでかいんで、まあいいでしょうということで、頼むぜ店長。うん、これでいいね。これで、はい、ちょっとねこのボス戦も少しはまだボス戦やってないんだよまだ一人も戦ってないんだよね。私本当にひどいんだよ、めんどくさがり屋で周回が苦手なんだよね。まだ一人も倒してない。はい、そろそろね、はい、これでウォッチでパワーアップできたんで倒してればなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応ね、カレンダー的にはあと5日間ですね、今日入れたあと6日間あるんで、また多分いつもの ZZ 以上アップとやって最後ね、ラストチャンスが15日目なのか14日目なのか、はい、どっちかに来て終わりなのかなっていうね。まあ300-600Yポイントもらえる可能性も、まあ、あるし、今ね、あのほら CM が、まあ、大体1日3回ぐらいかな、はい、視聴回数3回見れるんでね、1日大体9回見て、はい、5000がね、この前久々に来たのでちょっと5000もね期待しつつ、これでまたガシャ引けるように周回頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、よし、これで頑張れる。ウォッチ付け替えるか。いいね、弱体化したはい、すいません、またお会いしましょう。さようなら。ふみ姫も持ってたんだ、悪靴じゃねえや。ふみちゃんもこっちのふみちゃんの方がいいよね。この夏目はめちゃめちゃ可愛いよな。はい、すいません、できたらな、ほんとダブルスキルのこれのミッションもやってほしいんだよな、どっかでな、お願いします。